いやー、金かきだ、寝てやる、うお、寝ちまいな、バーボーン、押せ、バーボーン、いってやる、さあ、妊娠の決着をつけようぜ、ビッグバン、ハメハメハ、終わりだぜ、押せよ、耐えられるかな、100倍ビッグバンカメハメハ、なかなか楽しめたぜ。はい、ということで公式さんからね、ゴジータ4のプレイ映像がツイートされました。正直かっこよすぎてもう鳥肌立ちすぎて涙出てきたんですけど、やばいね。うん、で、なんと、さっきの生放送中にはゴジータ4の性能が、まあ出てなかったんですけど、今ツイートされましたね、同じような形式で。見ていきましょうか。まあ、早速ですけど、やばそうなんですよね。まずイラスト。何このかっこよさ。シンプルなかっこよさよね、これ。で、緑属性の、防御タイプですね。はい。見ましょうか。バトル開始時自身に、4ダメ 60% 消去負荷ついてて、最初に受けるダメージですね、被ダメ 50% カットなんで、まあこいつ戦うときは通常とかで、この、被ダメカット剥がすのがいいのかな。で、状態上発生無効、これが、まあ多分この表記のされ方だと人造人間16号と同じタイプの、状態上無効なんで、スーパー17号の、消去負荷、あれか、能力強化消去の状態上無効を剥がしつつの、電撃地獄玉の麻痺とかが多分効かないと思いますね、この表記のされ方って。すごい僕としてはイラつきますね。いやー、やだなこれ。で、場に出た時に気力回復4ダメ 50% アップ、待って、じゃあもうね、4ダメ110ですよ、保証されてますよ。で、被ダメ 30% カット、能力低下発生無効15カウント発動回数2回、自身が受ける被ダメージの属性相性振りを無効化する効果を3回持ってるということで、これも結構面白くない？最初、まあ、中盤にかけて、紫からコンボ取られても、倒倍で受けれるって強くない？めちゃくちゃ。やばくない？で、打撃射撃カバチェン持ちを2回持ってるんですよね。もうやばいですよね。もうここだけでもやばいんですけど、自身が場に出てる時に体力ゼロになった時、復活するキャラクターを復活させた際、ボールを2個増やして体力 20% 回復するよと。多分これって、踏ん張りじゃないと思うんですよね。表記のされ方的に復活悟空とか復活するとかのキャラクターのことだと思うんですけど、まあ、彼らを復活させた時にボールが増えて、弾も増えて回復もできるということで、ちょっと書いてあることが人造人間使ってる僕に対してね、スーパー17号と復活するに対して、だいぶぶっ刺さってるんで、嫌だな、これは。で、Z アビリティが GT 合体サイヤのダボーシャボー上げということで、なんとサイヤ上げ持ってましたね。はい。まあ、ただサイヤの緑枠、マタナがね、めっちゃ強いんで、まあ、あ、でも人造あれか、紫いないから、こいつとまたなダブルセーブされるのか。ちょっと待って。やばくない？やばいよ、これ。どうしたらいいんでしょうね、これ。人造使い終わったか？ちょっと紫属性のエクストリーム17号、ぶっ壊れで、出してきてほしいですね、これ。ということで、いやー、めちゃくちゃやばいよ、これ。書いてあることやばいです。4ダメ 110% 保証されてて、まあ、状態上効かないでしょ？で、中盤まで、ヒダメージカット、属性不利相性無効の持ってて、射撃カバチェン持ちでしょ？で、復活キャラに対しても、今までのキャラにないメリット持ちということで、これはやばいですね、めちゃくちゃ。で、僕、人造使ってて、今のところ紫の強いキャラいないでしょ？いや、もうね、無理ですよ、これ。無理、無理、無理。間違いなく最強キャラクターですね。まあ、マタナっていうね、同じ系統のライバルいるっちゃいるけど、マタナの全開日も乗るし、緑2枚って出せる状況結構あると思うんで、そうですね、もう今後の環境は紫が必須になってきましたね。より今までよりも。はい。ということで、5G4 の性能、そしてプレイ映像でした。めちゃくちゃかっこいい。本当に。で、
まあ一応この辺の、その程度だ、滅びろ、ほら、悪しき者を貫け、本気を出すか、こいつを喰らえ、タイガルカメハメハ、あとは滅せる、まだまだ思い切り、さらばだ、はい、ということでこっちもね結構かっこいいですよね。はい、まあ、一応読んどくと、打撃射撃を打つたびに4ダメが上がって、まあ戦闘不能になると味方を強化し敵のデバフ有利な状況を作れる超強力キャラクターということで、まあ、これもかっこいいし、まあ、何より神の木の赤枠ということで、まあ、こちらもめちゃくちゃ注目キャラかなと思いますね。伸びろ、ほらー、うりゃ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 、あー来いよ神様、神の光で力を見つけてくれる、ミネルヴァー、まだこれからだ、よっ、ほら、ほらだ、本気を出すか、こいつを喰らえ、タイガルカメハメハ、本気を出させてくれよ。はい、ということでこちらのベジブルもめちゃくちゃかっこいいね。勝利画面が腕組んでるチーギュー視聴者と同じで、必殺がなんかヌメルゴンって聞こえるの僕だけでしょうか。まあ、バトル開始時4ダメアップ、射撃コストダウン、場に出た時に次に発動する射撃圧の4ダメが一瞬だけ上がるやつね。で、手札が3枚以下の時にカード1枚ドローというキャラクターです。まだまだいくぜ、うる、てぇ、そめ、無駄だ、よっしゃ、だめ、てぇ、はぁ、はぁ、私の全てをお前にぶつけてやる、はぁ、なめんな、はぁ、はぁ、いくぜ、はぁ、飛び上がれ、私にかなうやつなんているわけねえんだよ。はい、ということで、キフラ、まあ、こちらがヒント画像のね、あのピエロの画像みたいなやつの、あれケフラだったっぽいっすね。あれ全然わかんなかったわ。打撃射撃打つたびに気力回復、4ダメアップ、交代時発動回数リセットというキャラクターになってます。まあ、こちらはどうなんでしょうね。ケフラって言ったらなんか害悪なイメージありますけど、そのイメージを払拭してくれるのかな、どうだろうね。あえとなら究極のサバイバルゲームを楽しめそうだ。ふん、せや、攻撃したのか、てぇ、あーだ、もっ、ありゃ、はっ、行くぞ、バーストタッチ、いい戦いだった。はい、ということで通信論ですね。メインで味方敵全体に交代禁止付与、まあ、あの変身赤パーダックのメインの似た感じですね。バニシング回復、4ダメアップ、自身と敵の手札を全て破棄して自身のアーツカードドロー速度1段階アップという、なんか怠慢します性っていう能力持ってますね。まあ、バリアとかもあるし面白いキャラクターかなと思います。5秒で倒すですって、じゃあ私がカウントしてあげますよ。邪魔ですね。命だけは助けてもらった、母ちゃん、いいんですよ、どうしました、私はまだピンピンしていますよ。はい、こちらが三神論ですね。個人的になんだけど、こいつのボイスというか結構好きなんですよね。敵と対峙するたびに敵の火ダメアップ、気力減少、体力カウント延長、バニッシング回復速度ダウンっていうなんかいやらしいキャラクターで、でこいつの能力が、あの変身アルファみたいな、敵が交代したら打撃封印っていうキャラなんで、これね、こういう系統僕覚えるの苦手なんですよね。あの実況者大会の時も大蔵さんのブルー悟空の気力減少を忘れたりしてたんで、こういうね、変えるとなんか気力減らしたり封印したりする系のキャラは僕個人的にすっごい嫌いなんで、ちょっと気をつけたいですね、こいつは。はい、ということで以上が新キャラ全部のプレイ動画と、
ゴジータ4の性能かなになります。まあゴジータ4がやばそうですね、相変わらず。まあ絶対弾けるんでね、僕は。はい、明日使ってみた動画出します。はい、よろしくお願いします。